第2次、小泉内閣は、小泉純一郎が、第88代内閣総理大臣に任命され、2003年11月19日から2004年9月27日まで、続いた、日本の内閣である。小泉純一郎首相2004年9月16日2003年11月9日に、実施された第43回衆議院議員総選挙の、結果、自由民主党ほか、 与党側が絶対安定多数を維持したため、小泉が首相に再指名された。前の第一次小泉第二次改造内閣の発足からあまり時間が経っておらず、落選者がほとんど出なかったことなどから、新たな人選もほとんどなく、閣僚は全員が再任された。首相を含む全閣僚の再任は、1967年の第二次佐藤内閣以来、36年ぶりで、 戦後3例目。2004年5月7日、内閣官房長官の福田康夫が、年金保険料未納問題で、途中辞任し、公認の細田博之が就任した。祖格翌日の2003年11月20日任命。祖格翌日の2003年11月20日任命。途中退任した3人の政務官のうち、佐々木厚労政務官、斉藤国交政務官の公認は、 決意のまま置かれなかった。スポークスマンは、細田博之時事通信。ありがとうございます。